しばらくこの家に暮らす。狭いけどなんとかなるでしょう。え、お父さんと一緒に暮らせって無理だよ。いきなり誰か一緒に暮らしてる人いるのか。伊藤康明と言います。歳が離れすぎてやしませんか。あんま気にしたことないよね。うん、中濃ソースは悪魔のソース、文明人ならウースター。ウースターじゃなくてウスターソースだって。お父さん落ち着いてください。ピンは逃げませんよ。どこの世界に逃げるピンがありますか。見てこれ。うわ、これなんすかお父さん。これあんまり親切にしてると見ついちゃうかもよ。通報がありまして。またやったのかこのクソジジイ。ない、カバンがない。君たちね、もう僕はすぐ死ぬんだよ。最後の時ぐらい好きにやって何が悪いんだい。だってお父さん爆弾みたいな人なんだもん。これから先一緒に暮らすってなったら絶対爆発するもん。帰りたくないんじゃなくて帰れないなんじゃないの。嫌だよ私、お父さんか伊藤さんどっちか選ばなきゃなんて。仕方のない人たちだな。あやさんのお父さんってさ、あやさんのお父さんだよな。お父さんと伊藤さん。あーさっぱりした。あ、お父さんおかえりなさい。ね、揚げたて食べよ。あ、ちょっとパン裂いてくる。